どうも皆さんこんにちは、パラダメと申します。今回もちょっとぶつもりやっていこうと思うんですけれども、今回ねこの崖工事ライセンス、崖工事ライセンスじゃなくても別にいいんですけど、崖工事ライセンスでその効率的な崖の建て方をちょっと見つけたので、ちょっとそちらをちょっとご紹介していこうかなというふうに思っております。まずはですね、ちょっと3マスが入るように、ここに、これはちょっと失敗ですね。この、ちょうど自分が真ん中になるようにこうやって掘り進めていきます。それでちょっとこの、もう一マスですね、こちらを立てて、で今度こっちに瞬間的にこっちに行くと効率的になると。でこれを、何が効率的なのかっていうと、その瞬間的に上右下っていう風にその効率的になるんですね。これこう、はい、ということなんですね。これちょっと分かっていただけるかな。ちょっとこれだから、こうやっていちいちその従来だとこうやってまあ立てるのもいいんですけど、でも一気にその繊細なところをこうやって一マス分だけみたいな感じだったら別にいいかと思うんですけど、広いところに崖を作りたいという場合には、やっぱりこの3マスだけではありますけれども、やっぱこうした方がやっぱり効率的なのかなというふうに思いますね。時間も短縮できると思います。こういう感じで、ほとんどチョンみたいな、プレイヤーがそっちの方向を向いたらすぐに A を押すみたいな感じの方がいいのかもしれませんね。こういう感じです。あ、これ失敗。こういう感じになるわけですね。じゃあ逆に河川工事の時はどうなのか。河川工事の多分応用は効くと思うんですけれども、まずこうして、でまず上やってみましょうか。上で左下みたいな、まあ3マス分ですけどね。まあ4マスなんか、まあ、こういう感じで、これものすごい効率的だと思うんで、皆さんもぜひ真似していただきたいというふうに思っておるんですけれども、こういう感じなんですね。なので、この形が原型というふうな感じですね。さっきの崖の感じも今残してるかな。こういう感じがちょうど漢字で言うなんかその、王みたいな、ボコみたいな、そういう感じで、そういう形を想像していただいてみたいな、あとはみたいな感じですね。こういう感じで皆さんもぜひ真似していただきたいというふうに思っている人も、何回も言ってるかな。ということで今回はですね、その島クリエイターの、崖工事ライセンスと河川工事ライセンスのちょっと効率的な、掘り方についてのご説明でした。ご視聴ありがとうございました。